強いものへの憧れだったり尊敬する気持ち、そういうの皆さんもありますよね。生物上史上最強と言われている生物がいます。ボディービルダーの横川さん確かに武井壮さんも、武井壮さんもすごい。確かに、うん、でも人類最強かな、うん、アニメで言ったらハンマーバキ、ハンマーバキもね、うん、すごいです。あ、ハンマーユージロー、あ、ユージローね、うん、史上最強の生物。そう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 、確かに。もっとなんか動物とかもね。動物、うん、トラ、トラ、え、ライオンじゃない、ライオン、ヒョウ、ヒョウ、あの横川さんとか、横川さんも2回目また実はですね、本当は生物上最強と言われている動物がいまして、ラーテル。え、違った。何それ、知らんわ。ラーテル、ラーテルというですね、何それ。まあ、イタチですよね。え、あ、そうなんだ。このぐらいなんです、最強。なんで最強なの、なんで最強なんでしょう動物史上一番勇敢って言われてるぐらい、どんだけ大きい動物だったり、例えばヘビ、毒持ってるヘビ、うん、ライオンに立ち向かっていくんですよね。すごい。でも最強ってことはヘビにもライオンにも勝てるってことでしょ。 That's right。どうして。実はですね、ラーテル、うん、毒の耐性持ってます。あ、すごい、耐性を持ってるんだ。強い。でもそんなんじゃん、ライオンに食べられた時どうしようもないじゃんっていうこともあると思います。皮膚が硬い。 That's right。そうなん、マジで。皮膚が恐ろしく硬い。マジ美味しくないんだ。僕的にやっぱこの世の中で一番最強なんじゃないかな、生物上最強なんじゃないかと思う生物がいるので、そちらを皆さんに見ていただきたいと思います。それでは VTR アゲン。ここは渋谷。この都会のど真ん中に最強の生物がいるらしい。なんかちょっとそわそわしますね渋谷。なんか結構他のメンバーも渋谷でロケしたりしてたじゃないですか。やだなやだなと思ったら俺に来ました。ひみかちゃん、いや人目気になるじゃないですか渋谷って。特に普段来るし生活範囲。そうっすね、渋谷は割と買い物もするし、はい。最近ブームが、ブーム巻き起こってる、ブームが巻き起こってる、あの 人たちがいるんですよ。 LOL ですか。いやもうそりゃもうあげあげです。ですが、はい、他にもいるんです誰ですか。っていう、何、誰、出会ったりしてることになります。こう、あの、うちにいますね。何がいいの、あ、うちって LOL か。最近なんか爪とかこんなんつけて携帯になんかジャラジャラものすごいストラップつけて止まんないんですよね。素質ありますね。はい、やってまいりました。なんかさ見た目普通じゃないですか、意外と。そんなじゃないんじゃないですか、ね、言うて、やっぱ普段会ってるし。失礼します。よっしゃー、すごい、すげえ、かわいい。失礼します。よっしゃー、すごい、すげえ、すげえ、どうぞ座ってって。特等席、あ、用意してくれてるんですか。待ってた、よいしょ。ありがとうございます。どんな生物か、これが。すげえ、こんなのあるんだ。すごい、ギャルね。怪我してる。え、そう、事故った。しかも、あの、ガーゼじゃないの。ガーゼじゃない。絆創膏3つ。そうなんだ。見て、この爪。可愛 いでしょ。いや、ほら、もう、なんか2本なくなってる。2本破損これ、なくなってアロアルワで今日のためにつけてきた。え、偉い、偉いんだ、それ。褒めろ、偉い、偉い、褒めろ。マジヤバ、マジヤバ。
やる気すある。お、これこれこの上の。あ、そう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 。やる気すな。やる気すな。やる気すな。フードあるよ。やるかん。やるかん。やるかん。うちらはこれ送って行ってる毎日。はい、じゃじゃーん。で、今からデコるから、名前教えて。僕は、ゆうすけって言います。は。はい、ギャルキス。これギャルキス。これギャルキス。ギャルキス来た。なんだ、俺ギャルとキスするのかと思ってたよ。意外と。え、するよ。結構言ってるやん、ちゃんと。そう。うん、これギャルキス。うちらの方だから、唇の。デコるとかあんまなくてね。ゆうちけにしよう。ゆうちけいいよ。かわいい、かわいい。ゆうちけになりました。すごいすごい組み合わせ、うん、すごいフルーティーなやつとアサリと、でもこれがマジおすすめ。そうなんだ。え、いいよ、飲んでいい。じゃあいきまーす。キャー、かわいい、いい感じ。あ、でもうまい。うまいよね。うん、唇は甘い。感触はどう？感触はどう？え、ギャルの感触しましたね。いや、気持ち悪いかも。いや、見た目以上にさっぱりしてる。そうなの。うん、うん、何気ね、初恋の味。初恋さっぱりしてたの？わかんない、覚えてない。さっぱりしてるよ。嘘、本当？じゃあいただきます。それアサリ。これ絶対普通にうまいじゃん。うまいよ。うま。うまいよね。あの、いいですか？自己紹介も。あ、そうじゃん。あ、そうか。ゆうちけ、ピッピ、ピッピ、ピッピ、みんなの好きピッピ、みんなの好きピッピ、うちもみんなが好きピッピ。おー、いいね、いいね、ナイス。いいの。私は上から読んでも下から読んでもリタポチャピパオ。おー、おめでとう。どういうこと？なんか、いろいろ渋滞してた今。なんで？上から読んでも下から読んでもリタポチャピパオだよ。リタポチャピパオ。え、すごい、言えてる、一発。え、すごい。確かに、確かに。すごいわ。なんかさ、わかんないけどさ、これを今さ、スタジオで見てるさ、ほのかとか、響きとか、ちょっとギャルもどきがいるんですよ。会いたい。会いたい、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 会いたい。マジ？え、そうなの？言ってるっぽいな。マジマジ？ほのかと響き？そう。ウケる。でもそれがきっかけで、どん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 ギャルになってったってこと？うん。でもなんか目指してる人とかいるの？そのギャル界の帝王みたいな、それこそみちょぱとかさ。え、ゆきぽよちゃん、ゆきぽよちゃん。ゆきぽよちゃんなんだ。マジゆきぽよちゃん。そうなんだ。ゆきぽよちゃんの YouTube とか見たりして、あの、めっちゃ練習してた。そうなんだ。ギャルブーム来てるんですよ、らしいんですよ。ギャルブームね。そう、ギャルブーム来てるらしいけど。いい感じ。前来てたギャルブームは知ってる？その時はギャルだった？出てきてないでしょ。2003年にあの出てきた。そうだよね。だから初期ブームなんて多分知らない。ルーズソックス？ルーズソックスね。これ120センチ？そうですね。あ、知ってるんだ。長いのしか買った。120センチ。なんなのこれは？どう履くの？くしゃくしゃにする。下にガッて。そう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 。すごい。初めて見た、伸びてる。そんな長いの履いてんだ。はんぺんみたいじゃない？え、使うのこれ、今のギャルも。え、そういうの私、うん。え、でも私服でもルーズソックスって使うの？私服はルーズソックスじゃなくて、モコモコの、なんか最近流行ってる。見せたい、見せたい。なんか使ってたわ、メンバーが。モジーンとか言ってる。響きが、なんか足に白い綿みたいなつけて。そう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 。響きちゃん、マジギャルじゃない？うん、多分ここに来たら絶対ハモると思うよ。え、会いたい。トロール人形ってのは？トロールね。あ、え、これ？あ、これ？かわいい。あ、これね。なんででもなんでこれなんてさ、ロイン・テルバーがこれでトロールって言ってる人いる。マジで似てる人いんの。それで知った、でも。トロール。そいつ思い出すわ。クビになってたよ、でも。え？こいつクビになった？やっぱこの俺もね、よく見るのよ、これ。ピンク髪が好き。ね、ピンク多いよね、緑ピンク。かわいい。あとは、まあ、ちょっとやっぱ気になるのはね、携帯だよね。携帯？あ、スマホ？ちょっとスマホ。そうじゃん、こういうものも。あ、これ今も流行ってる。流行ってる。これ今も流行ってる。これ今流行ってんの？流行ってるよ。ゲーセンで撮る。台形の。腰につけて。台形だ。え？ゲーセンだわ。携帯つけて。バッグとかにつけるよね。腰とバッグ。この色可愛いね。可愛い。これ欲しい。どうしよう、自分がちょっと気になってる人とデート行くってなった時に。嫌だ？お待たーっつってこれここにつけてきた。
え、可愛くない？え、怖い。可愛いじゃん。なんで可愛いじゃん。怖いよ。なんで怖いの？怖い、びっくりする。可愛いじゃん。これはいい意味でなんだけど、やっぱ違うよね、人間と。またギャルはギャルなんだよね、なんか。え、なんかそれもありがたい。なんかさ、結構さ、普通に生きていく中でさ、嬉しい、結構すぐさ、まあギャルの人たちも悩むとは思うんだけどさ、でもすごいポジティブじゃん、全てに対して。だからそうやって悩んでる人たちすごい元気づけられるし、やっぱ強いっていうイメージは変わらないね、いい意味でね。ということで最後なんかちょっとギャル用語で締めたいんですけど、チョリオツ、チョリオツギャルしか勝たんみたいな。あ、いいじゃん、いいじゃん、チョリオツギャルしか勝たん。カムヤキです、チョリオツギャルしか勝たん。イエーイ、わかりみおもろいな。まあちょっと、まあうちのメンバーの中にもですね、ギャルじゃねえのみたいな、怪しいと思ってるんですよ、僕は正直、うん、なので今回は、が、え、ギャルいる。あれ、なんか一番のギャル、口元なんかちょっと変だけど、おじギャル。まあちょっと診断テストをやっていきたいなと思います。はい、第1問、家族思い。丸らしい。地元の友達が多い。あー、爪が派で長い。まあこれはもうこれでしょ。どこがやねん。LINE の会話に流行語言葉、自分オリジナルの言葉がよく入る。あれ、ほうかさんラストなんですけど、次ヤバすんぎ。もうそれほのかちゃん語だもんね。それではラスト、いつでもすぐ出せる変顔のレパートリーあるよ。あ、ないわそれは。別に変顔はするくない。でもレパートリーはない。じゃあ一回やってみて、ほのか今。でもいつもこれあるやん。あるやん、じゃあ丸やん。結果、ほのかさん、ひびきさん、ギャルです。よいしょ。ギャルでした。ギャル誕生。ギャルさん、爆弾。ヤンキスな、ヤンキスな。ヤンキス入ります。